はですね、先ほど紹介しましたあの浜田さん文化庁日本遺産に認定されて米作り2000年の歴史というところでやりました。そこの名産品、お米の名産品を詰め合わせにしてます。一つは説明せんで渡さない。こちらがですね、赤酒といいまして、熊本ではもうごく当たり前に飲まれてますし、料理なんかも使われる赤酒、それから、お米飲むと、今日、まあもう知っとっとかよ、あんたのスケジュール今日何だからも知っとっとかよ、あんた。あ、ごめんね、今日はい、ということで、プレゼントありがとうございました。じゃあ、巻いて、大さんも。はい、大さんも。